はい、始まりました。皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。2日置いての集まれ動物の森ですね。まあちょっと毎日毎日やってもネタが尽きるので、2日ぐらい空ければいろいろことが進むだろうと思った感じで、まあそんな感じでしたね。まず博物館オープンしました。そして博物館オープンしたたぬきち、ことたぬきちさんの今後ろに見えますよね、左右か右上の方にたぬき商店でしたっけも、オープンさせましたと同時に、まあセレモニーをやってる時にたぬきちさんのスマホが鳴って、でなんか陰でこそこそやってるからなんかなと思ったら、まあ住人を募集してるということで、でまあ、とりあえず3名を募集してる。でただモデルルームみたいな感じで、戸建てのものをオプションとして、いや標準として、室内室外のものをセットで3個用意してくださいということで、まず場所設置で、それに伴ってはしごをプレゼントしていただきましたね。はい。でまあその 3個住宅を建てるにあたって、橋もう1個とりあえずセットして、でその橋の向こうにとりあえず住宅を3個建設してくださいということで予定地を決めて、あとはそれに置く部屋の中に置く家具3つ、部屋の外に置く家具3つ、これをかける3ですねを昨日のうちに終わらせて、で今日に至るということなんですが、で住人の方たち来るんですかね。僕がスカウトしたメイちゃんは全然来ないですけど、どうなるんでしょうかね。あとは1号から、モーション仕草を教えていただいて、あの喜ぶとかね、挨拶とかね、あれを教えていただきました。そんな感じでしょうかね。はい。で、たぬきちさん、皆さんたぬきちだなも、ただいま2020年3月26日木曜日の午後7時0分、7時ちょうどなんだ。もう今日はいっぱいあるでしょう。本日のニュースは、あ、メイさん来た、メイさん来た、やっとメイさん来た。なんと今日からスカンク島にメイさんという方が新しく仲間入りしました。お、メイさんやっと会える。今日きっと今日は荷ほどきで忙しくしてると思うから様子を見に行ってあげてほしい。はい。さてさて、では本日最後のお知らせ、DIY でものづくりを楽しんでいる住民の皆さんに告知があります。この度 DIY 上級者の方を対象にリメイク体験ワークショップを開催することにしたんだよ。リメイクをマスターすると DIY で作った家具をイメチェンできるので、ものづくりの幅が広がること間違いなし。新しい DIY ワークショップはまた案内所で開催してるから、興味がある方はぜひ来てちょうだいね。それじゃ今日も良いスカンク暮らしを。メイちゃんに会いたいけど、たぬきち固まってるんだけど、たぬきち固まって動かないんだけど、どうしようこれどうしたものかなこれ固まって動かなくなっちゃったね。キーはボタン何も効かない、めっちゃ固まってるバグですかねこれね。ライブやり直しかな。一応今何のボタンを押しても効かないんですけど、あ、そっか、今日あれだ、アップデートあったんだ。俺今アップデート無視して来てるから思い出した。これちょっと今でもライブ始まってまだ5分だからね、アップデートが今日来てるんですよ。それで固まっちゃった可能性ない。あれ今どうした、これ大丈夫かな、アップデートやりながらゲームやってる的な。怖いですね。一旦終わらせた方がいいのかな。
なんか遅くない？そんなことはないか。で、今日のライブのために郵便物は見なかったんだけど、やばいな、なんか。さっき固まってたからね、一回やめた方がいいのかな、ライブ。はい。で、ハッピーホームアカデミーからですね。この度はマイホームの増築おめでとうございます。あ、僕の家もですね、9万いくらでしたっけ？あれ払い終えて、新たにまたローン組みました。今度は19万ぐらいだったかな。はい。ささやかながらお祝いの品をプレゼントさせていただきます。新生活に電化製品を役立ててくださいね。え、なんだろう。はい。で、ジョニーも一回助けたんですね。スカンク島では助けていただきサンキューでした。命の大恩人のあなたへ、この、違う、旅のお土産をお送りします。またお会いしましょう、ジョニー。何くれたんだろう。あとは大丈夫だね。で、服装がですね、ライブで頼んだスウェットのスカートかな。で、パイン柄のアルファをもともと着てたと思うんですけど、似合わないから、幽霊さんからもらった白いポロシャツを つけて、で、昨日ネットショップじゃないか、どっかでね、メガネを買ってつけてみました。こんな感じになっちゃいました。はい。プレゼントは？開けよう。洗濯機か。チロリアンハット。チロリアンハットって何？嫌だ あ、嫌だ。それは嫌だ。はい、コメント。ミラパンさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。です。チロリアンハット、嫌だ。洗濯機見てみよっか。うちの洗濯機と似てるけど、こっちの方が高性能っぽいな。あ、すげえそっくり、うちの洗濯機。はい、コメント。ミラパンさん、ヘッドセット届きました。あ、ミラパンさん、結局2.1ですか？買ったの7.1ですか？ 7.1 だったら相当あれですよね。音系はしっかり聞こえますよね。7.1だとおそらく、まあ、2.1だとただのステレオで両方側左右から、まあ、普通に音が聞こえるだけなんですけど、7.1だと臨場感が出るんで、左後ろに敵がいるとかそういうのも分かっちゃうんですよね。2.1の安いやつにしました。あ、お友達です。ちょっとこれでミラパンさんが7.1買いましたって言ったら、遠いところの存在になっちゃうような 気がして。洗濯機か。うーん、ちょっと、砂漠のこれ壁紙ね、貼ったんですけど、昨日ラクダさんが来てて、で、不思議な壁紙みたいな感じのやつを選んだらこれになっちゃいましたね。あんまり好きじゃないんだけど、まあ、いっかという感じです。収納しましょう。チロリアンハット、いらないな。よし。では。コメント、ミラパンさん、どうしようか悩んだんですけど、安さに負けました。やっぱり最初は、最初はっていうか、僕はね、一番、今回、今使ってるヘッドセットの前が7000円か8000円、まあ、1万円近くしたんですけど、根元からね、ちょっとね、なんだったっけ、PS4 につなぐには、2度、なんか接続を経由しなきゃいけなくて、で、結局使ってるうちに1年ちょうどで、接続不良を起こしまして、で、やっぱり直接、コントローラーのお尻にぶっ込めるのが一番やっぱり楽かなと思って、で、同じメーカーのもんだったんで、安いやつにしたんですけど、まあ、全然問題なく使えてます。FPS ガチ勢じゃない限りは2.1でいいかなって感じですね。この木がちっちゃい木が育ってるでしょ？これは、これだったんですね。もともとこれで、なんかお金を埋めると大きな額になって返ってくるらしいという話らしいので、とりあえずやってみました。僕もまだやってないので成果は分かりませんけど、お金がまず出ますよね。1000。はい。で、まあ、1000はそのままゲットするとして、で、カーソルをお金の方に合わせて、例えば1万ベルにしよっか。
で、小分けにしたやつを選択して穴に埋めるってやるんですね。そうすると、なんか結構な倍額になって戻ってくるという話らしいので、よし、やってみようということで、まあ実際のところ結果見えてないのでどうなるか分かりませんけど、なんかね、聞く話によると3倍とかになって、挨拶しよう、よ、や、や、あ、挨拶してくれた。シェリー、おっす、楽しくやってる？お話しよう。ん？これもらって？え、何をあげようとしてる？え、何をあげようとしてる？今、自分で。あ、道具はあげれないから貝殻でいいですかね？ほう、サンドだらかい。ありがとう、色。どう使うかはうち次第ってことだね。まあ、考えてみるか。うん、それを、なんか。まあ、一回やめとこう。やめとこう。あげるって項目が出たんで、なんか、持っとこうか。誰？何？どの人？バ、パニエル。君、この島に住んでる人かい？え、引っ越してきた人はこの人じゃないよね？あ、ミラパンさん、ご飯食べてくるので、あ、はい、ありがとうございます。いってらっしゃいませ。私は近くの島に住んでるパニエルだ。よろしく。なんか、イカれたジョン・レノンみたいな顔をしてるけど。え、パニーとでも呼んでくれたらいいよ。ははは。誰もそう呼んでくれないんだけどね。まあ、それはさておき。私がここに来たのはね、最近このスカンク島が密かに注目を浴びてると聞いて、私も自分が思い描いている理想のコミューン作りの参考にと思って見学しに来たのさ。それにしても最初は無人島だったと聞いていたのに、盛り上がりが感じられて驚いたよ。仕掛け人はもしかして君だったりするのかな？ははは。そうだ、よかったら君も私の島に遊びに来るといいよ。え、行きたい。飛行場のカウンターでパニーの島に行きたいといえば通じるはずさ。どんな島なんでしょうね。それじゃあ私はもうしばらく島の散策を楽しませてもらうよ。これ、僕もそういえば遊びに行くといえば、フレンドの、僕のフレンドのよくしてくださってる魔人さんという方がいらっしゃるんですけど、ちょっと、まあ言うて僕も魔人さんもまだ始めたばかりでそこまで発展してないと思うので、で VC の関係もありまして、ちょっと落ち着いてきたら魔人さんの、島へ遊びに行ったりとか、したいかなと思っておりますので、はい。まあ、フレンド同士だから多分僕の島へ来ることはできると思うんです。勝手に来ることはできると思うんですけど、まあ、勝手に来ていただいても構わないのは全然構わないんですけど、ちょっと進行の、ライブ上の進行があるから、ね、2人で楽しくできないのっていうのもちょっと悲しい部分ではありますね。今、とりあえずチュートリアル的なもん。橋できた、ほら、これ、橋ですよ。とりあえず、ここに橋を立てて、間違えた、見ました。ここですね。島の中心あたりですね。今、僕のアイコンついてますけど、そのあたりに橋を立てて、アップルいらん。今出るのアップル。こんな感じですね。PC だとそっか、ライブだからこれ、アップルの表示とかもされちゃうんだ。されないの？うん。出ないね。よかった。今ね、アップルからね、iTunes 更新っていうやつが来てね、やば、これライブに映っちゃうのかと思っちゃった。キャプチャーで、画面キャプチャーじゃなくて、ゲーム画面キャプチャーになってるから大丈夫なんだね。これ、PC 画面のキャプチャーにしたら完全に映っちゃってるね。 今のお知らせ危ねえ。PC 怖っ。
今ちょっと見逃したけど、どこに行った？あ、めいちゃん一番奥に行っちゃったの。僕が建てた物件のとこですね。あ、そういうことだったんだね。3人引っ越してくるんじゃなくて、僕が呼んだ住人が僕が作った場所へ行くってことだったんですね。いや、すげえ勘違いした。あ、それと僕商店街建てるのに材料ね、木材3種類とあと石、この石と勘違いしてたんですけど、この石じゃなくて鉄鉱石、同じ石でも鉄鉱石の方ですね。なので何を勘違いしてたんだろうと後でライブ見て自分で思ったんですけど。こういう感じですね。こういう感じに、ご制約、え、誰か来んの？え、もう誰か来んの？フララ様、あ、もう決まっちゃったんだ。フララ様ご新居、ここでこの時点でだから僕が複数を招待してれば割り当てられてた可能性があったかもしれないってことですよね。もうこれ3つの物件のうち僕が1人めいちゃんだけ誘ったので1軒は埋まったんですが、あとの1軒は空いてたので勝手に埋められちゃった感じでしょうかね。まずそこに1軒と、あとここですね、ここに1軒ご制約、やっぱそうだね。もんじゃ様、うわ、なんか嫌な予感がする。もんじゃ様、どういう人だろう。で、先ほどもお伝えした通りですね、建設地を、探すにあたってはしごもゲットしたので、今度ははしごを使うことができます。で、この上の段のさらに上の段なんですね、めいちゃんの家できっと。あー、立ってる、ここです、ここですね。この家具も自分で設置して集めて、材料集めてっていう感じなんですね。せっかくだから拾ってこっか。あー、めいちゃん来てくれた、もうそれだけでも嬉しいわ。化石、ちょっとじゃあこの辺りうろちょろして、雑草は拾っとく、あー一応やっとくか。なんか今後素材も結構必要になるんじゃないかなっていう予測のもとでやってるので以上ですね。なのでね、石とか木材とかはとりあえず取っておいて収納した方がいいのかもしれないですね。この、3個建てるで家具を置く時点でかなりの素材を消費しましたので、ただ僕は前もってもうそんなことあるんかなという感じで木材も石も余分に置いといたので、取っておいて収納しておいたのである程度助かりましたね。はい、まあ、今日のライブに合わせてかなりハイペースでやったので。おっ、ちょっとメイちゃんの家、メイの家、あー、メイちゃん、ポン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 だって。元気ですか？掃除してる、メイちゃん掃除してる。メイちゃん、メイちゃん、僕いるんですけど、ちょっと挨拶していいよ。いや、あれ、メイちゃん、メイちゃん、いや、あ、挨拶してくれた、よかった。すんごい無視したのかな。話しかけよう。メイ、はい、イロさん、様子を見に来てくださったんですか？ありがとうございます。この通り無事に引っ越しできましたよ。まだ荷物は片付いてませんけど、あなたのお誘いでこの島に引っ越してきてよかったです。これからよろしくお願いします。あるね、そう、あるねが口癖なんです。可愛いですよね。お部屋のアクセントにあれを置くのはどうかしら。でも変じゃないかしら、ちょっと可愛らしいですね。あら、聞こえちゃいました？新しいお部屋のインテリアをイメージしてたんですよ。あるね。もう一回だけ話しかけようか、ちょっと邪魔そうだもんね。はい、ずっと荷ほどきをしてるんですけど全然片付かないんですよね。でもまだまだ頑張りますよ。あるね。うん、ちょっとよかったね的な、よかったね的なやつ、よかったね。
通に引っ越しの邪魔してるよね。あー、一緒にやってくれた、癒された。一緒にやってくれた。いやいや、いい子ですね。うん。もしかして地味にほうきであっち行けってやられてる可能性ありますね。うん。引っ越し中だから邪魔だぞ、お前。あっち行けって、ほうきで地味にこう、誇れ。マジンさん、こんばんは。あ、マジンさんも、あの、勧誘されたお二方、来てくださいました？僕、やっと、一人来てくださったんですけど、僕は一人しかスカウトしてなかったので、あ、これじゃないか。あと二人は、ちょっと、存じ上げない方が二人来ちゃうみたいなんですけど、外れかな、当たりかな。もう、1号とメイちゃんが当たりだと思ってるんで、当たり3人、外れ3人ぐらいだったら、まあ、ぼちぼちかなって思ってるんですけど。マジンさんは、あの、住民、厳選してらっしゃいます？あ、雑草、こんなところに置き忘れた。で、ちょっとですね、予定というか、池かな、池があったら、池の周りを、この間、タケノコを採取したじゃないですか。で、タケノコでちょっと池の周りか、あ、竹か、タケノコじゃない、竹かをちょっと囲もうかなーって。まあ、丸く囲むんじゃなくて、この字型に囲もうかなと。はい、マジンさん、1日1人来ましたよ。1日1人か。これもうご制約済みになってるってことは、今さらチケット使って、今ジャンプしたね。誰かスカウトしてもその子に書き換えられるってことはないんですよね。もうご制約済みはご制約済みですもんね。できれば自分でスカウトした子が来てほしいですよ。ここなんかさ、ここもなんか滝っぽくなってるじゃないですか。池から滝みたいな。で、向こうの上の方も滝っぽくなってるじゃないですか。どうなってる？普通の池もあったよね、うちって。あ、あるある、向こう側にあるね。なので、まあ、どこかしらの、ここね、これ、向こう側に岩場があるでしょ？これ、降りれるんですよ。ここだけ、ほら。あれ？あれ？あれ？見えない。あれ？あれ？あれ？どう行くのこれ。 あ、こうなってんだ。こうなってるんですよ。いや、見づれー。しかもここはしご立てらんね。ここは登れねえのか。ここどうなってんだろう。2段になってんだね。はい、で、こっち側行って、ちょっと歩きながらごめんなさいね。雑草結構取りたいので、実況中もやらせてください。雑草を塗ったりで、池がここにあるでしょ。この字型に竹で囲いたいかなと。あ、池じゃねえわこれ、滝だわ。あれ、池の滝なのか、微妙だな。まあ、川じゃないからどうしますか。池だとばっかり思ってた。ここら辺こういう風に囲む感じで竹植えよっかなってちょっと思ってます。このやっぱ段々になってるところって肝ですよね。どうやってやるかによってちょっと表情も変わってくるかもしれない。はい、で、じゃありて、この池から池みたいな感じになってるんですね。なんか不思議だよね。滝になっててこうな流れがあったら普通は川だと思うんだけど、池から流れがあって池ってなんか変な感じですよね。こっち側か上側どっちかに竹にしよっか。こ
ここ半分だけ竹でくくってっていうふうにしよっか。なんか不思議な地形ですね。よし、あ、そうだ、1号に挨拶しよっか。ただこっち側は区切られてるから、またあった。多分ことが進んでいくと、まあ、ここはね、うわー、こいつまだ嫌い、こいつ嫌い、嫌い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 。ここでまた封鎖されてるので、ここは多分発展してきたらおそらく タランチュラまだあの捕まえたことないんですよね。発展してきたら今度ここに橋がかかって、また住人を誘えるみたいな、そんな感じかもしれませんね。はい、今日はセレモニーやるのかな、ちょっと行ってみようか。そんなことは言ってなかったか。セレモニーあるときは自分から朝の、朝じゃない、朝礼みたいな、始めるときの朝礼みたいなときに言うんだよね。お、あ、そうか、ワークショップか。今日の放送でもお知らせしたけど、この度新しくリメイク体験のワークショップをスタートしたんだもん。リメイクをマスターしたら DIY がもっと楽しくなると思うから、ぜひ参加してちょうだいね。これって自分で作った絵とかを椅子とかベッドに貼り付けるやつじゃないの？ちょっとじゃあやってみますか。まずセレモニーか先だよね。やっぱセレモニーあったね。セレモニーってちょっとお見せしたことなかったと思うんで、ちょっとお見せします。なんかいろいろ建築物が建つたびセレモニーでみんなでお祝いって感じですね。はい、たぬきち。お、いろさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。あ、橋の完成ですかね。はい、参加します。会場にご案内します。はい、せっかくね、あの建築したしね、材料使ったし。お、10人増えた。はい、たぬきち、ただいまより橋の完成セレモニーを執り行います。ありがとうだなもん。無人島だったスカンク島に橋がかかって、いよいよ本格的に集落として発展が始まる予感がするだなもん。この調子でどんどん島を盛り上げていってほしいだな。ダナモンはやっぱり言いにくい。はい、では皆さん、最後にあれの準備をお願いします。この記念写真のシャッターチャンス難しいよね。あっという間に終わっちゃうんだもんね。パン、え、橋完成のお祝いと僕らのスカンク島のますますの発展を願いまして、パンよー。よかったね。はい、ありがとうございました。はい、セレモニー閉会。気をつけてお帰りください。はい、うわ、嫌だ嫌だ嫌だ。ちょ、勘弁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 して。捕まえたいんだけどね。じゃあワークショップ、ワークショップ、はい、リメイクを体験してみます。リメイクってまず何？ここから聞いてみよう。リメイクっていうのは、いろんなものの色を塗り替えたり、生地を張り替えたりしてデザインをアレンジすること。はい、うん、コメント、チャンネル豚肉さん初見です。は、初めまして、よろしくお願いいたします。自分で DIY した家具を自分好みにリメイクすれば、思い入れもさらに増すこと間違いなし。どこまでできるんだろうね、リメイクね、という感じなんだけど、どうかな。早速リメイク体験してみる。じゃあやってみます。はい、じゃあ早速始めるよ。
それじゃあリメイクのやり方をざっくりと説明する。とは言ってもやり方はとっても簡単。リメイクしたいものとリメイクキットっていう材料を必要な分だけ準備して作業台でリメイクするだけ。あっという間に好みの色やデザインにイメチェンできるんだ。まあとにかく実際にやってみた方が早いから早速体験を始めるよ。はい、木製クローゼットいいね。今回のワークショップの課題は木製クローゼットの制作&リメイクです。今回作るクローゼットやタンス、それからチェストみたいな衣服をしまう用途の家具は、お家に収納してある衣服を選んで簡単に着替えができる、とっても役立つ家具なんだよ。手作りの木製クローゼットを自分好みのカラーにリメイクして、それを使ってお家でファッションショー。これぞスカンク島ならではのハッピーライフなんだもん。おっと、まずは木製クローゼットのレシピを送らないとね。クローゼット欲しかった、収納欲しかったんですよ。 OK。というわけで、まずは木製クローゼットを用意したら、もう一度僕に声をかけてちょうだい。木材必要だよね。今一個も持ってないから、ちょっと見てみようか。クローゼット。木材12。ここら辺で調達しますか。家帰るのめんどくさいな。っていうか、ライブも、素材集め、ライブ中もやりたい。あいついないよな、もうな。いない？いない。よかった。刺される可能性がある。わあ、もう目の、そう、ポロッと落ちてると怖いんだって。端っこから行こっか。12個か。木材。日が暮れそうだな。これでもこれからガンガン多分いろいろ使っていくと思うんで、1日1回インしたら木材は全部の木から必ず取っといた方がいいかもしれないですね。なんかこの予感だとね、次から次へと木材がなくなっていく予感ですわ。あと鉄鉱石かな。折れた。あ、やば。あ、さっき石拾ったから大丈夫か。しょぼい斧からの石の斧。これこの一手間クリアしていきなり石のものになんないかな。素材はさ、普通にかかってもいいんだけど、このワンクッションが結構邪魔、めんどくさくなってきたから、これワンクッションなくなんか普通にできないですかね。もう分かったからって感じだよね。この地味な作業でごめんなさいね。見えねえ。地味な作業なんですけど、まあこのゲームはこれがメインなのでお許しください。やった。3種類あるからなかなか、まあそれが
やり込み度に繋がるんですけど、はい、1回ノックバックするから2回目を打ったら前進してって繰り返せばいいんだよね。滑らない限りはうまくいきそう。ただたまに空振りしちゃうからそこで台無しになっちゃうんだよね。打った、おっ、びっくりした。これも打った。あいつあいつも一生叩いてやろうか。やっぱりこれも前作同様あれですかね、鼻の上を走ったら鼻が散っちゃうんですかね。あー、普通の木材でいいんですけど、なんか余計なものが結構出てるような気がする。蜂の巣そろそろ蜂の巣が多分出るよ。蜂の巣出たら博物館に逃げよう。あ、博物館紹介しなきゃいけませんね。一応ね、もうあのお薬ね5個ぐらいまとめて買いました。もうしょうがないと思って諦めて。ここはもうこれだけかな。で、どうしよっか。木材、リメイクにも素材が必要なんでしょう。リメイクの素材って想像もつかないな。DIY。道具全部で、クローゼット。はい。拍手もらったぜ。一旦終わりにして、でどうすればいいっすか。ワークショップ。はい、コメントマジさん、石を叩くときは穴を掘ってバック、ああそういうことか。なるほど、考えますな皆さん。あ、ノックバック防止ねなるほど。なんかノックバックした途端に落とし穴みたいな感じで落ちたらもらえるんですけどちょっとこうやってやってみようかな。ノックバック防止、木製クローゼットの準備ができたんだね。はい、それじゃいよいよリメイク体験を始めます。必要なリメイクキットは直前に渡すから、まずは作業台に向かってちょうだい。はい、リメイク体験始めます。リメイクキットを渡すよ。お腹すごい出てる。あ、なんかミスタードーナツの箱みたいなやつ。そしたら木製クローゼットを取り出してリメイクを体験してみるんだ。取り出して、ライトウッド、ホワイトウッド、チェリーウッド、あーなるほど、単純にカラーだけですね。ダークウッド、ブラック、グリーン、なんかカントリー調で可愛いですな。ブルーも可愛いっすな。ピンク、あ、そうだね、この子のうちはピンクにしてるから、ピンクの、でもピンクの中のブルーって可愛いよね。全部ピンクにするとなんか芸がないんだよな。ただピンクのものまだ一つもないからね。ピンクホワイトもいいですよね。とりあえず初めてのピンクリメイク。コメントケミさん、こんばんは。おかげ再生で見てました。メイちゃん引っ越してくれて、そうなんですよ、念願のメイちゃんが来てくれたんですよ。やっと
シペシってやるペシペシって。木製クローゼットのリメイクができた。たぬきち、うんうん、完璧だなもん。こんな風にリメイクできるものとリメイクキットさえあれば作業台で簡単にリメイクできちゃうんだよ。今日のリメイクキットのあんまりはそのままお土産でプレゼントするから、また自分でもリメイクしてみてちょうだい。足りなくなった時はお店に行けば、この体験会の終了者の方はリメイクキットを購入いただけるからね。うん、ちなみにリメイクっていうのは基本的に DIY で手作りした家具や雑貨に対してするものだけど、お店で売ってるような市販の家具の中にも生地やマイデザインを貼り替える軽いリメイクができるものがあるんだよ。リメイクできるものを見つけるのもちょっとした楽しみ方の一つだもんね。ということで、リメイク体験会は終了です。ありがとうございます。自分色に染めた木製クローゼットでおうちファッションショーを楽しんでね。それじゃあお疲れ様でした。ただもってことは、今後動物さんたちに何色のあれが欲しいな的なおねだりされる場合もあるってことですかね。お、ちょっとここ見ていこう。お、特典マイル7日間連続ボーナス300。じゃあマイル交換から。あー、8000溜まってんだよね。旅行券でどっか行こっかな。スマホケースリメイクキット、何それ、面白い。スマホケースか、今時ですな。で、マイデザインプロエディターも興味あるんですけど、ヘアアレジ良くない？ 2400 ちょっと高いですよね。竹垣？横板の柵。ヘアカラー、ヘアアレンジ。ちょっといいか、ちょっといこう。で、ショッピング。動物の森スイッチ。35,960。なんでこんな中途半端な。あ、現状の希望小売価格プラス消費税ってこと？違うかな。物干しスタンド、バンダナ、絆創膏、霞、あ、見たな、これどっかで見たな。デニムスカート、デニムパンツは持ってたけどデニムスカートは持ってないよね。じゃあスカートだけは、デニムスカートか、まあいっか。オーダー、スリッポン。まあじゃあ一回離脱して、うん、8000しか持ってないからな、金策しないとダメだよね。で、たぬき商店行ってみましょう。まあオープンしといて皆さんに見せないのもね。コメント、マジンさん、洋服のデザイン面白いですよ。洋服のデザインはね、僕はまあまあ何を隠そうね、飛び盛りで初音ミクさんの服とデザインしてますからね。結構人気でしたからね、女子にね。はい、いらっしゃいませ、たぬき商店です。あー、おしゃれだな。テーブルランプ1100。テーブルがその前ないわ。そうだ、テーブル作れるんだった。その3人の住人の引っ越す時のこれを作ってくださいっていう課題のやつがあって、それを全部作れるようになったので。ビンゴマシンだって。いや、一人でビンゴって悲しいからやめとく。あれ、音楽聴くやつ。
マルチコンポ1万、そんなお金も、あ、持ってるけどいいや持ってないって言いそうだった。わかった、じゃああれしよう、テーブルは作りますか。その先ほどプロデザインなんとかってあったでしょ、あれを買うと何がどうなるんですかね。まあじゃああれか、どっちみち自分で DIY するんだったらまだ材料足んないから、ここで蜂の巣がポロッと落ちてくれたら最高なんだけどね。まあ、なぜかっていうと、ここに博物館の入り口があるから、こういうところの入り口とか自分家の入り口だったら、ここに立っただけでは入らないんですよ。これ A ボタンを押さないと入らないんですけど、博物館の入り口ってこういう近くにこう来ただけでもう入ってっちゃうんです、勝手に。だからすぐ蜂の巣から逃げることができるんですね。なのでこの近くで蜂の巣が落ちてくれるとありがたいですよね。コメント、ケミさん、先日ツイッターでおっぱいと Y をベージュの生地に書いてる人、あーなるほど、裸っぽくデザインするんですね。やるよね、それやりますよね。ただ危なくなかった、それ一歩間違えると危ないんじゃなかった、なんか通報じゃないけど、なんか危なくなかったっけ、大丈夫なんだっけ、それはなんかちょっとね、ものによってはデザインちょっとペナルティ的な食らうものってありませんでしたっけ、まあ、ちょっと分かんないで言ってますけど、まあ任天堂さんなんでね、あまりそこら辺は厳しいですから、あまりおふざけしない方がいいのかもしれませんね。そういう下ネタ系のやつはね、放送禁止的なやつとか下ネタ系のやつはまあやらない方がいいでしょう。まあ実況的なガイドラインもそうなんですよね。著しくイメージを崩すような実況をやっちゃうと、それで通報ネタになっちゃってアウトになる場合もありますね。なのであくまでゲームがファミリー向けのゲームなのをちゃんと考えた上で、おふざけするんだったらやった方がいいのかなーっていう感じはしますね。ちなみに僕もですね、この動物の森、仕事から帰ってきてこの時間にライブをやるので、どうしても夜の動物の森になっちゃうんですよ。なので昼間やりたいなと思ったら時間を変えるしかないんですね。これ3DS の時も時間変えるのって結構流行ったんですけど、あとイベントの時にも時間を変えたりとかして、まあ自分にいいような感じにね、うん、ただ単に仕事の関係で、夜ばっかりだから朝にしたいとかそういう感じじゃなくて、もういいように時間操作して自分に、まあ、裏技的なものにしちゃうってことですかね。ちょっと例え方が分かんないですけど、あ、さっきマジンさんに教えてもらったのに、あ、もうやっちゃった、失敗、これやっちゃったらもう失敗ね、一回やっちゃうともう失敗。これでスイッチの場合はやれないことはないらしいんですね。時間設定の項目で時計更新かな、時間更新かな、自動で認識して時計を更新するっていうのを無効にするんですね。無効にした上で、スイッチの本体の時計を狂わせると動物の森の時間も狂うらしいんですね。ただまあ人によっては任天堂側がそれを不正行為とみなすとペナルティがあるんじゃないかって言ってる人もいらっしゃるのも事実です。なので完全な自己責任かなと思います。まあでもここまで進化した動物の森だったら、ある程度そういうことしなくても3時間遅らすとか4時間遅らすとかいう設定欲しかったですよね。まあそんなにしょっちゅうできないように設定してね、ルールとして設定してもらうのもいいんですけど、ある程度はね、その人のライフ生活もあるので、昼を楽しみたい人もいっぱいいると思うので、その方々のために時間をずらす機能があってもよかったのかもしれないですね。その代わりルールとして週1回しか時間を変えられないとかね、そういうペナルティはあってもいいのかもし
ペナルティとかルールはあってもいいのかもしれないですけど、それ欲しかったかなってちょっと個人的には思います。しょぼいスコップ作ってからこっちのスコップ。時間問題って前々からやっぱり結構ね、大きなことになってるからね。そう、さっきそのポイント、あ、こっちあるか。ちょっとポイント見てみよう。お、500？ 1000 だ。結構もらえるね。じゃあなんか買おっか。なんか出し惜しみしててもしょうがないもんね。何作ろうか、作れるとしたら。もうないよか。じゃあちょっとプロショップって気になるから、プロショップやってみよっか。あ、プロデザインか。コメントケミさん、作業台もボタン連打すると早いそうですね。ボタン連打 なんかガチすぎんな、それ。マイデザインプロエディター。あ、説明があった。説明読めばいいのか。お客様のマイデザインアプリに、マイデザインアプリにプロフェッショナルなデザイン機能を追加いたします。これ安いからこれやってみましょうか。交換。今日これ動物の森アップデート入ってるはずなんだけど、俺アップデートしてないんだけどさ、大丈夫なのかな？その髪型ももう飽きたから変えちゃいたいけどな。ちょっと見てみましょうか、デザイン。プロデザインへのアップグレードありがとうございます。プロデザインではパレットカラーのエディット、プロ仕様マイデザインの作成をご利用いただけます。より表現力の高いプロのエディット機能でマイデザインを存分にお楽しみください。何がどうなのかやったことないから全然わかんない。書き換える。やっぱりこれさ、洋服を作る的なのないの？僕前にも同じこと言ったんだけど、マネキンみたいな形がぐるぐるして、ここにちょんとつけると腕の部分にちょんとつくとか、それないんすか？ それが一番僕便利だったんですけど、それないんすか？なんか正面にさ、なんていうの、 T シャツの前と後ろにデザインを書くだけみたいな感じに今回のやつ思えちゃうんだけど、腕のとこにライン入れたりとか前できたじゃないですか。あれどうなったんですか？あれもうなくなっちゃったんですか？これ何、左右対称？おお、使い方を全然やってないから本当に分かんない。やり直すはどれ？取り消すはどれ？ これ本当。これどうすればいい？ わけ分かんなくなっちゃった 道具で X か。コメント、マジさん、アップデートした人と遊べないだけですよ。バグは残ります。あ、ありがとうございます。わかりました。あ、ここで選択できるよ。これでマネキンとか出ないのかな？丸スタンプ、ハートスタンプ。まあ、じゃあ、ライブ外でやりますね。これライブでやっちゃうとめちゃくちゃ時間かかるから、次回までにちょっと1デザインか2デザインちょっとなんか考えましょうか。これのパターンだと自分の好きな服作れないな。
ちなみにもともとのこれは身につけるトップス、フェイスペイント、トップス。こういうことになるんだね。絵描いたやつをそのまま、自分の着てるものに反映できるっていうのがこれですね。さっきまでポロシャツ着てたのにさ、今度タンクトップっぽくなっちゃったのこれね。こうなっちゃうのか。なんかこれは飛び盛りの服のデザインの方が良かったかな。マジンさん、マイデザインで LR で切り替えです。あ、マジですか？できます？それはいいことだ。ちょっとマジンさん、ありがとうございます。ちょっともう一回見てみよう。LR で切り替え。知らないってことは怖いことだね。書き換えるにして、LR。LR。違うな。やり方が違うんだろうな、きっと。どうやればいい？ LR。L。LR 普通に押しちゃうとパレットでしょ？どうすればいいんだろう？道具を押して LR か。違うな。どうやるんだ？やり方が全然わかんない。これスタンプで、Z で。あ、戻っちゃった。おー、ちょいちょいちょい。マイデザインって今書いてあったな。マイデザインで、あ、マイデザインだよね。で、選んで身につけるじゃん。書き換える。で、L、確かに画面の右上に L プラス R って書いてあるんだけど、両方押すと、ん？ペンかスポイト？かな？一つ前。あ、一つ前。一つ前。身につける。何？これってこのデザインを着るって意味じゃなくて、身につけるものを作りますよって意味。あ、違う。やっぱりそうだよね。そういう身につけるって文字通りだよね。わかんない。一つ前。一つ前。マイデザインの一つ前って、マイデザインはもうここしかないもんね。身につけるは単純にやっぱり身につけるだったね。なので、これを身につけるとこれを着るってことでしょ？そうじゃないんだよな。身につけるものを作るのに、飛び盛りだとマネキンみたいなものがあって、そこに書き込む感じで分かりやすかったんだけど、今回はその機能がないのかなっていう意味なんですが、これ、これ。イーゼルじゃなくて、マネキンなんですよ。もう胴体になってるんですよ、これが。イーゼルじゃなくて。で、それに、書き込む感じ。だから、赤で、例えば、線を、直線をこうやって引いていくと、もう胴体があるから、胴体のここまで赤の直線が引かれることになりますよってのが見えるのが、飛び盛りのデザインだったんですよ。ボディに書くやつね。で、それが、やりやすかったので、それないのかなってことですね。切り替えの仕方が分かんないですよね。どうやればいいだろう。これ？プレビュー切り替え。これでいいのかな？あった！これこれこれ！これこれ！マネキン、プレビュー切り替え。これですわ。これこれこれ。これが飛び盛りと同じやつで、ちょっと待って、なんで袖がないの？もう一回プレビュー切り替えかな？違うな。顔でしょ、これ。イーゼル。あれ？前袖あったよね。なんでタンクトップになっちゃったの？マジンさん、上の鉛筆みたいの切り替えてください。上の鉛筆？ん？ Y で切り替える。いや、これ大きさっすよね。ん？大き 変
カラーまとめて変更、各色カラー変更、ラインツール、円ツール、丸スタンプ、塗りつぶし、星スタンプ、ハートスタンプ、全体シフト、プレビュー切り替え。コメント、ケミカン、ケミーさん。お、あった。え、すべてノースリーブ。そうなんすよ。僕はそれが言いたかったんすよ。あ、ノースリーブか。タンクトップじゃなくてノースリーブだね。タンクトップは男が着るやつだね。そう、ノースリーブ。これ、だって前作、飛び盛りは袖ありましたよね。え、これ、ちょっと嫌だな。え、袖ありはないです？ミラーモード、これオフロー。そうですね、これ顔だし、イーゼルで、これ1個しかないみたいですね。このプレビュー切り替えのアイコン自体は半袖になってますけど、実際のこれは、トルソーみたいなやつはこれ袖ないんですよ。これちょっと違うかな。袖欲しかったかな。袖、前は、あ、長袖だったんだ。そうだ、前は長袖だったんですよね。だから、袖の部分を、どっからどこまでに、肌色にしちまえば、半袖にも見えるし、それこそ、ノースリーブにも見えましたよね、前のやつはね。なので、長袖が、いいんだよね。コメント、マジンさん、マイデザインを選んで、選ぶ前に LR で切り替え。選ぶ前。選ぶ前。ちょっと待って。なかったことに対して。難しいね。マイデザインを選。マインデザイン選んで、選ぶ前に、LR で切り替え。プロデザイン。これってでも袖ありにできます？なんか型紙見る感じで全部袖がないですけど、言ってること変わんないですよね。長袖バージョンが欲しいんだけど、俺が言ってんのは そうじゃないんだよね。半袖。あ、これか！あ、これだ、バジさん、ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。洋服屋さんのあさみさん話しかけるんで、あ、こっちでした。ありました、ありました。ごめんなさい、ごめんなさい。マジさん、ありがとうございます。パーカー。あ、じゃあ、そうっすね。タンクトップ、あ、タンクトップ？まあ、ノースリー、なんでもいいや。ワンピース、トップスだとパンクトップ、半袖 T シャツ、長袖ワイシャツと、コートと、パーカーと、セーター。で、袖なしワンピースと、半袖ワンピース、長袖ドレスと、ローブ。バルーンワンピースと、おー、そりゃそうだよね。こんだけ進化して、袖なししかありませんなんて、って感じですよね。で、帽子。つば付きキャップ、ニットキャップ、つば付きハット。みたいです。なんか、魔人さんすごそうなの作ってそうだな。わかりました。じゃあ、どうしよっか。できれば、まだやってないんで何とも言えないんですけど、できれば VTuber っぽいの作りたいです。けど、どうでしょうね。難しそう。VTuber の人って全部合わせて VTuber だから、例えば、ワンピースプラス靴とか靴下も全部合わせて VTuber だから、ワンピースってそれっぽく作っても他が違うと違うように見えちゃうのかなって一瞬思ったんですよね。だから、で、作ってみてとりあえずっていう感じです。かもしんないですけど、コメント、マジンさん、プロデザインならできる、だのも。いけますかね？ちょっと、目指すは VTuber かアニメキャラクターで、作ってみます。難しい。これは、わかんないっすね。プロデザインってそういうことだったんですね。
マイデザインからプロデザインをやっぱりさっき購入しなければこれ止まりだったってことですね。プロデザインを購入したからいけるってことか。書き換えるで、じゃあちなみにこれを書き換えるで、ちょっと、あ、色ついてないんだ。元々の色で表示されるんじゃなくてってことなんだね。わかりました。あー、これはちょっと時間食うぞ。相当集中力が必要だね。と、女の子だから髪型変えますか。やば、このライブ1時間で終えようかと思って、そしてモンハンをやろうかと思ってたのだが1時間じゃ終わらなさそうなライブになってきてる。クールよりポップにしましょうか。ポップヘアアレンジベスト8。え、プリントしています。プリント完了しました。ふんふん、なるほど。え、髪型ってどうやって変えるんだ。クローゼットかなんかで変えるのか。あー、なるほど、姿見やドレスターね。はい、今俺クローゼットって言った、もしかして。クローゼット関係ないよね。姿見じゃあ、あ、作れるって。ちょっと待って、あのメイク机的なやつはないのかな。あー、そうやね、なんか家具買いましょうか。ベッドは持ってて、木場はいいや。なんか変な感じするから木場変な感じ積み木テーブルかな。積み木テーブルは積み木を作ってからじゃないと作れないテーブル。とりあえずテーブル1個作りたかったので作って、でテーブル作って、でせっかく作ったのでさっき習ったあれをやりたい。椅子も作る、まあ後にしよっか。あれ、プロデザインってどこから入るんだ。リメイク、プロデザインじゃない、リメイクだ。木製クローゼットやったし、だから積み木テーブル。おう、あれ、カラーが少ない。ミックスウッド、やだ、これはやだ、これはやだ。パステルは可愛らしいですね。パステル、え、パステルのどれに、ん、これは、あ、そっか、今4つ並んでるからさ、どれかにするのかと思ったら、これは、左右、上下左右ぐるぐる回して見てるところなんだ、きっとこれね。リメイク、はい、で終わりにして、普通の姿見にしよっか。なんで姿見一緒に作んなかったんだろう今。違う、巣箱じゃない、姿見これね、あと可愛いやつあるんですよ。これオレンジのサイドテーブルと壁掛け時計。壁掛け時計とかどうですか。あ、オレンジ持ってない、後にしよう。姿見、ポケットがいっぱいだ。ポケットにいっぱい。じゃあ持ち物売ってから。ちょっと明日のさ、あのモンハンライブの敵があまりにも凶暴すぎてさ、ちょっと研究したかったんですよ実は。ませ、いらっしゃいませ。はい、こんにちは。はい、コメント魔人さん、お風呂入るのでまた会いましょう。あ、ありがとうございました。先ほどは、いってらっしゃいませ。
買い取って。あ、そっか。まずはこんなもんで。うん、まあいくらでもいいよ。もう荷物減らしたいだけだから。で、やべえなー、いろいろゲームに時間が足んねえなあっちもこっちもだよね。で、姿見作っ、ちょっと待って、その服嫌だ。さっきまで持ってたあれは、ポロシャツは、うん、まだこっちの方がいい。地味だけど。DIY 姿見。作って、で一旦終わりにして、リメイク、姿見。何色あるだろう。ホワイトもいいよね。ピンクがあって、パステルがあって。ここはピンクにしときますか。なんか、ブルーもいいかなと思ったんですけど、なんか、ね。あんまり色がいっぱいあるのも。うん、はい、リメイク完成。気がつくと、タイトルがさ、ライブのタイトルがさ、飲みながらになってるんだけど、気がつくと飲めないんだよお、吐き気、どうした？色見っけ。お、かわいい。え、シェリー、ねえねえ、色、ちょっと折り入っての相談があるんだ。どうした？今日新しく越してきたメイって人にはもう挨拶は済ませたかい？したよ。この島に新しい風が吹く予感がしてうちめっちゃワクワクしてるんだ。わかるだろシェリー、メイちゃんは可愛いからさ。そりゃわかるよ、それ、その気持ち。うん、ダメだよシェリー、メイちゃんの靴の中に画鋲とか置いちゃダメだよそれでね、メイやこれからもまだまだ増えるであろう新しい移住者をおもてなしするために島を片付けたりしてもっといい感じにできないかなと思ってるんだ。お、いい心構えです。もちろん今のスカンク島もうち的には十分いい感じだとは思ってるんだけどさ、単純にうちも自分なりの歓迎の気持ちを表現したいなと思ったんだよね。いいこと言うね。でさ、あんたにどこかに飾ってもらえないかと思って用意してきたものがあるんだ。え、なになに？石碑？場所はあんたに任せるから、その石碑を飾っておいておくれ。石碑？それじゃよろしく頼んだよ、ウキキ。石碑って何？ちょっと遠くの見えないところで。石碑ってどういうやつ？すげえ渋いやつ、もしかして。渋めっちゃ渋。ちょっと待って、これはこれ渋っ、何時代だよっていう渋さだわ。これは、いやいや、おっさん並みの渋さだぞ、これ。これ、一見お墓じゃねえかよ、これ。しょ、ケビさん、石碑？わら。このセンスはないだろう。いや、どうするこのセンス。海に沈める？
海に沈めようぜ。もうこれこうなったらこの辺に沈める。 ダメですって。いや、ないわ、その石碑のセンスはないわ。僕の辞書にはそのセンスはないわ。ちょっとおい、まず自分家片付けよう。石碑、その心意気はいいなと思ったら大間違いだね、あの人。大間違いって すげえ失礼だな。まずちょっと、どこをどう間違えたらそっちの方行っちゃったかな。クローゼットだから端っこかな。とりあえず押し込んどく感じでいいか、最初は。で、クローゼットの隣に姿見。テーブル、石碑置こうとしちゃった今。おお、一挙に部屋らしい。これこっち側にちょっと置いて、押して、部屋に押し付けるのってどうなんだろうね。あ、で、これぽい。ぽいから、ここに、いいねー。で、これも置いとくか。あれ？そっち側？そっち側か。あれ？もしかして3、3つ置ける？片側1、2、3で3つ置ける？もしかして。まいったな。このままもしかして引っ張れる？じゃあ、もしかして3つ置けるんじゃないかなって。中央でしょ？中央に置いて、ど真ん中には置けないのかな？中央に置いて、で、どうしよっかな。中央に置きたかったんだけど、中央に置く方法ってないですかね。まあ、これで我慢しとくか。で、ここら辺に植物、ヒヤシンス。あ、身につけるとかあるんだね。これでパチンって簡単に。あ、しまった。ここに置くとランタンつけらんねえのか。あー、完全な、まあ部屋のライトあるからランタン、あ、ついてる。 なんかついてる。あ、なんかムードはさ、ほらすごく砂漠の感じ。あ、トゥイッチ置いとこか。トゥイッチをここに置いとこう。なんかいい間接照明になりそう、トゥイッチ。ここにちょっとトゥイッチを。あれ？置けないの？これ以上置けないのか。オーマイガーシュ。置けない。難しいな。なかなか難しいな。じゃあスイッチこっち側。スイッチ入れといて。で、イメチェンしようかな。髪型ですね。おお、増えた。なんかすげえ前付き合ってた人にこういう髪型だったわ。あはは、古い。なんか古い。
あ、かわいい。下はボーイズだね。おお。こういう女子いるよね。なんだこれ なんだこれ あ、これかわいいかわいい、これかわいい。ベリーショートっぽくてね。ちょっとお姉さんだな。これもちょっとお姉さんですね。ボブ好きですけどね。うん、この子はなんか疎開してきた子みたいな感じだね。どう、ポップって書いてあったからポップなのかなと思ったら、そうポップでもないな。これにする。じゃあ、他にもなんか変わったのかな。変わった感じがしねえな。マイデザイン。フェイスペイント。あ、フェイスペイントか。まあいいや。決定で。お、ちょっと上品に頭よく見えるわ。1号ちょっとちゃんとお話ししよう。1号に今日お話ししてない。1号のね、家の隣に勝手に巣箱を置きました。 お邪魔します。家どうなってっかな。増えて、なんか増えたかな。あ、なんかやってる。1号がなんかやってる。なんか作ってんだね。1号、いろか、今ちょうどいいとこなんだ、と。あ、ごめん、選択肢、忙しそうだね、またね、忙しそうだね。へへ、聞いて驚け、おいら今葉っぱを作ってるとこなんだ。葉っぱ？あ、もしかしてやばいやつか、葉っぱって。筋トレしてたらビビッとひらめいてさ、いても立ってもいられなくなって、こうして作ってるとこなんだ。オイラの最高傑作、葉っぱの作り方、お前も教えてほしいか、と。教えて。葉っぱって、捕まるやつじゃないよね。 おう、ちゃんとメモしてるからバッチリ教えてやれるぞ。葉っぱって何？ありがとう。まあ、オイラでも簡単に作れるんだから適当でも大丈夫だぞ。頑張ってくれ、と。昨日はもうなんか、仕草教えてもらって、今日は葉っぱもらって、1号さんありがとうございます、マジで。もう一回話しかけよう。お、なんか用か。これいらない？贈り物だね。オレンジ、どうっすか、1号さん。オレンジ。お、オレンジじゃんか。え、その場で食べそうだね、この人ね。あ、食べなかった。 サンキュー、お前の気持ちありがたくいただくぞ、と。あ、これは見えないところで捨てる系だな。 ありがとうございますって言って食べない系だよね。 もう一回だけ話しかけとくか。おしゃべりしよう。トレーニングしたいときは、オイラのとこに来いよな。いつでも歓迎するからさ、と。ありがとう。じゃねー。お、ちゃんとやめて手振ってくれた、今。優しいね。コメント、ケミさん。雑草を葉っぱの傘にして売ると、高値だそうですが、その葉っぱ？お、雑、葉、なんだ？俺もよくわかってないですけど。葉っぱ。覚える。葉っぱの傘はね、もう作れるんですよ。え、
ちょっと待って、葉っぱって何？すげえ不明。だってただの葉っぱ作ったって意味がないでしょ。葉っぱ、いや本気でただの葉っぱ。雑草5個。え、何に使うの？雑草で作れますけど、え、意味不明ですわ。雑草の傘は多分雑草で作れるんだよね。それは持ってるんだよ、これ葉っぱの傘、それは持ってるんですけど、つうか俺持ち物多すぎだな。ちょっと収めてこよう。で次はどうしようかな。部屋暗い。木材とりあえず収納していこう。石とか材料、あーなんか作るかな。作らないよね。鉄鉱石売れるやつはまあいいとして、石碑か、忘れてた。でリメイクキットも収納して、木材収納、粘土収納、あーまあこんなもんかな。で博物館行って鑑定と寄贈同時にやると同時に、どんぐらい集まったかご紹介します。まだいたんだね君ね。あ、ご苦労様でーす。結構もう拾いまくってるけどね。こんばんは。はい、ようこそお越しくださいました。化石の鑑定で3つだね。どれどれ、ん、中庭ってことはどれかは もう寄贈してあるんだね。はい、スカンク島の文化の発展のためにぜひ寄贈をお願いしたいものです。とにかくこちらはひとまずお返ししますが、寄贈のことぜひ前向きにご検討を。まあ寄贈しますよ。おっと、1個しかできない。イグアノドンの体。じゃあ解説お願いします。はい、イグアノドンはですね、槍のような爪が特徴的な中型の草食竜です。発見された時の歯型から大きなイグアナだと思われていたので、こういう名前になりました。基本的には四足歩行ですが、四足歩行だって、四足歩行ですが、食事をするときや緊急時には二足歩行も可能だったとか、爪で肉食竜の攻撃をかわしたと言いますし、草食竜にしては結構動きのいい恐竜だったのではないでしょうか。まあ、あくまで憶測なんだよねこれね。今ってね、ちょっとした発見でまたこれ変わっちゃいますかね、概念がね。はい、残りのパーツも見つかって完成した姿で展示できるといいですね。あとはまあ大丈夫です。よし、じゃあ化石売れるな。ちょっとじゃあ何、ここはこまめにチェックしとかないと次から次へ更新されるからね。で、あとは、あ、草むしりボランティア。お、1000です。いいね。最近はもう1000とか500ずつ増えるのが多いから、嬉しい。
こんなもんですかね。ではでは、ちょっと見てみましょう。まずは昆虫コーナー。だいぶ 3DS の頃とは違うよね。鮮やか、ミノムシ。まだまだいませんけど。あ、クモ。おお、こっちどこ？どこ行くの？これは？ヤドカリ。で、チョウチョ。サナギとチョウチョだね。と、大ゴマ、大ゴマダラ。あ、2020年3月25日、イロ様寄贈。すごいね、そんなの書いてあるんだね。ここにはまだ何もいない。ここにもない。いた。ゲジゲジとガ、ムカデが一緒にしてあるんだね。ムカデとがね、なんかゲテモノっぽいよね。で、モルフォルチョウだっけ、なんだっけ。ここはチョウ、チョウのコーナーなんだね。チョウチョウ言ってるけど。お、いっぱいいる。アゲハとモンシロモンキーですね。おお、綺麗だ。ここ噴水があって、座れる、もしかして。座れる、凝ってる作り。しかもこれ焦点が自分に合ってんの、ピントが。で、蝶とかぼやかしたのね。これ逆でもいいよね、絵になりますよね、これ。ほら、自分にピントが合ってるでしょ。ちょ、すげえ考えられてんのこれね。おお、すげえ。さすが末置き機。携帯機とは全然違うね。コイかな。展示品寄贈のご協力よろしくお願いします。え、それコイじゃないの、俺が送ったコイじゃないの。この電、あ、道具出せないのか。なんかこのライトにさ、ひっついてる虫みたいなやつ、これも取れるのかなと思ったら、ここではそうだよね、虫網取れないんだよね。あ、さっき来たとこ。なんかいる。カミキリムシかな。ゴマダラカミキリ。蝶がいる。ん？こっち側行ける？あ、さっきの場所か。迷っちゃうね。で、まあ、まだまだ揃ってないのでスカスカなんですけど、こういうとこで走っちゃいけないんだよね。怒られるんだよね、こういうとこで走るとね。おお、綺麗。水面がすんげえ綺麗。ここに住人の方たちがいいなーって感じで見てくれるのは早く待ち遠しいですね。ブルーギル、コイ。ブルーギルとコイって一緒にしちゃって大丈夫なの？タナゴ、土壌。え、一緒にしたらブルーギルにやられるんじゃないの？ここにブラックバス入れた日にはもう大変だよね。うわ、でかっ。ここは何？規模が全然、おお、すんげえ綺麗。ブラックライトかな。
これは何だろう。まだまだある。上もあるし。やば、めちゃくちゃ広いぞこれ今回。なんだろう、なんか、稼ぎ好きの住人の方とかいるんですよね。自分が見える。これ面白い。自分が見える。ほら見て、丸い窓から自分が見える。これで こんなんありやで、こんなん かわいいねこれね。ポチッと押してみようかな。ポチッとポチッとポチッと押せないね。で、これはちっちゃいやつなんだっけ、クリオネ。一匹捕まえるだけでいっぱいいるんだね。で、こっちの方行くと、まだいないか、誰も。足元の水槽。ここは誰もいない。おお、考えられてんな。海の中にいるような感じになってるんですね、これね。すげえな。イカ、タイ、カレイ、ヒラメ、あとスズキか。ここは誰？まだだね。最近こういった博物館とかさ、美術館とかこれ系のところは全然行ってないからね。こういうの見ただけでもおーってなるわ。コメント、ケミさん、水槽凝ってますね。本当ですね。すごいっすよ。やっぱ動物の森の中で最高の傑作のシリーズですわね、これはね、もちろん。で、上側には階段があって、椅子。これ3DS とかだと、さらにこの上に自分のマイコレクションルームみたいなのありましたよね。僕は自分で作った服とかを、デザインした服とかを並べて、なんかね、服屋さんみたくしたんですけどね。今回はないのかな。あと前回は美容室とかクラブとかもありましたよね。で、クラブでリアクション週1回覚えてっていう感じでしたよね。お、化石凝ってる。何これ。薄暗い色にして、三葉虫、アンモナイト、三葉虫、アンモナイト。これ何？ユーステノプテロン。これシーラカンスじゃないの？違うんだ。パンフレット置いてある。すげえ凝ってる プロジェクションマップだったっけ、なんっけ。さすがにね、やっぱり化石はまだまだ集めてないからしょうがないよね。こういうなんか空になんか物体が浮いてるぐらいの感じですよね。魚の骨にしか見えないよねこれね。これでもちょっとほら ちょっとこれできてるよ、ちょっと だいぶね、当初よりはだいぶ化石もかぶっ、何これ、何これ、これ何？すげえ凝ってんな、しかし。そりゃね、もう
画質というか違うからね。今回 1080p だからね。このぐらい細かく作らないとやっぱり。お、なんだこれ。この線で。これは？メガセロプス。頭だけ置いてある。アウストラロピテクス。あ、ここまで？ここ封鎖ですね。なんかできそうですね。将来的になんかできそう。見逃してないかな？大丈夫かな？おー、博物館すげー。面白いね。よし、ちょっともっといっぱい集めようって気になってきたわ。あとは明日明後日空き家に2人来るのかな。どんな感じの人たちが来るんだろう。この人リアクションって大丈夫？受けてくれる？あ、受けてくれた。じゃあねー。おお。あ、売りに行こう、化石。ダブってる化石だから結構高く売れるんじゃないですか。この化石この化石、石売っちゃおうか、やめとこうか。いくら？2200、低いな。うんこ持ち歩いてたんだね、きっとね。で、しょうがないから石碑どっかに置きますか。端っこの方でも置きますか、バレないように。すげえ端っこの方に置くか。こういうとことか、こういうとことかどこ置く？石碑だよ。な、なに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 、あ、はみようか。君なんであんな石碑なの？もうちょっとセンスないな。あ、これは捕まんないか。どう、この人の家の前でも置こうか、石碑ねえ、もう責任取ってもらってこの人の家の前に石碑を置くってどうですか。ちょうど竹を置くつもりでいるんだけど、その竹の近くに石碑とか似合いそうだよね。はしご使える？あ、お化けいた。まあ今日はちょっとライブの時間もあれですし、やめておこう。本当はやりたいんですけどね。石碑ね。雰囲気的にどこら辺がいいでしょう。あ、あの見えないあそこって、ここに石碑立てよっかよくない？ここに石碑ちょうど見えなくてよくない？実はここに石碑があるんだよみたいな。ここら辺、ここら辺。ぽい。どうですか？ぽくないですか？なんとか岬的な、あの、やつ。ここしよう。うちの島を分かりきってる人じゃないと、ここに石碑があるの分かんないっていう。
これだったら、あの島のイメージ全然崩さないでしょ。して彼女の期待にも応えてあげれるでしょ。ちゃんと立てたからね、石碑ね。コメント、ケミさん、そこいいですね。いいでしょね、目立たないし、せっかく作ってくれた石碑もこれで生きたと。で土台もあそこ下が足場が石だから石碑とマッチングして、ほらいいか恋人岬的なそういう感じのあれ見えない。置いてきたから、置いてきたからねって報告しなきゃね。いや、明日明後日どういう人が引っ越してくるんだろう。ここ怖いな。名前がな、こっちの人が怖いんだよな。もんじゃ様、名前が怖いんだよ。もんじゃ様なんだもん。なんでなんかとんでもない、なんかとんでもない人が来そう。でかい人、超でかい人来そう。あんまでかい人好きじゃないんだよな。じゃあそれ一応報告だけしましょうね。終わったよ。よ、さっきぶりだね、シェリー。あれ、世間話っていうか立て終わったよみたいな、ないの。気の利いたところに橋ができたおかげで川の向こうへ行きやすくなったよ。橋の場所は誰が決めたんだろう。この島をよく分かってるやつだってのは間違いなさそうだけど、それは私さ、私さね。あ、なんだ、じゃあ石碑処分してもよかったんじゃん。石碑に対して何も触れてないよね。ケミさん、思わずもんじゃを調べてしまった。ダメだってケミさん、言っちゃダメだよ。プププ、うわマジか、そのプププは外れじゃん絶対。いや俺可愛い感じの人さ、タケルみたいな可愛い感じのやつが良かったんですよ。はあ、プププか、がっかりだな正直そのプププはがっかりだった。もう期待できないってプププだよね。だね、まあいっか。じゃあ今日は自分家でお別れしましょうか。8時、もう9時か、ちょうどいい時間になっちゃった。やっぱ昼間もやりたいっすよね、言うて。椅子って一個もなかった。椅子はないのか。椅子作らなきゃね。よくやるやつこれはい、ということで、今日のライブは完了したいと思います。明日はメインチャンネルの方でモンスターハンターワールドのライブを予定、とりあえずね、花粉症があるから何とも言えないんですけど予定しておりますので、また土曜日か日曜日ですね、やろうかなと思っております。まあその間にデザイン、自分の服とかデザインできればいいんですけどね。まあそれは次回までのお楽しみということで、あ、ケミさんありがとうございます。ご来場ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。